ジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡は宇宙観測史上最も重要な突破口となるかもしれない。これまで打ち上げられたどの望遠鏡よりもはるかに高性能であるため大きな期待が寄せられている。プロキシマ B はジェームズ・ウェッブが調査する天体の一つであり、この惑星から人工の光が出ていないかを調べるという。もしかしたらその光は異星人によるものかもしれない。ジェームズ・ウェッブは系外惑星で何を見つけるのか、そして人類にどのような影響をもたらすのであろうか。プロキシマ B から人工の光が観測されたら、これまでの状況が一変するかもしれない。太陽系の外にある惑星は系外惑星と呼ばれ、謎の天体も多い。大抵の惑星は太陽に似た恒星の周りを回っているが、自由浮遊惑星は銀河の中心を回り、どの星の重力にも縛られずに漂っている。系外惑星はたくさんあるとはいえ、これまでに見つかったものはほぼ天の川銀河の比較的狭い範囲にとどまる。実際この銀河には恒星よりもずっと多くの惑星があり、地球や金星のような岩石質の惑星から木星や土星のようなガス惑星など、他にも様々なものが存在する。系外惑星は太陽系の惑星と同じ元素でできているが、水や氷が多い惑星もあれば鉄や炭素が多いものなど組成も異なる。他にも溶岩に覆われた惑星や水でブヨブヨの惑星、水素とヘリウムが失われたコアのみの惑星の存在が推測されている。系外惑星は1992年に初めて発見されて以来、さまざまな検出方法で4000以上もの惑星が見つかっている。だが地球から望遠鏡で土星を眺めるように、人が直接望遠鏡から系外惑星を見つけることは稀である。この直接撮像法で発見されたものはほんの一握りで、その多くは恒星から遠いところを周回する若いガス惑星であった。系外惑星は既存の望遠鏡では見つけにくいため、他の間接的な方法で探さねばならない。その一つのトランジット法は、惑星が恒星の前を通過した時の明るさの変化を測定する。また惑星が恒星に引っ張られて主星の光がわずかに移動する様子を捉えるドップラーシフト法など、このように宇宙望遠鏡は恒星のわずかな現行を観測することで何千もの惑星を見つけてきた。他にも重力レンズ法など多くの検出方法があるが、太陽系外の惑星を見つけるのは容易ではなく、発見後の惑星の調査はさらに大変である。プロキシマ B にはもしかすると宇宙人が住んでいるかもしれず、第二の地球の候補として最も注目を集める系外惑星だが、それほど調査は進んでいない。だが今我々は新しい道具を手に入れた。 NASA はこれまで巨大な望遠鏡を打ち上げ宇宙を調査してきた長い歴史がある。最も有名なのはハッブル宇宙望遠鏡で、数十年にわたり宇宙の様々な場所の驚くべき画像を忠実に撮影してくれた。だがジェームズ・ウェッブはハッブルよりもはるかに高性能で高価であり、その開発費は約100億ドルにも上る。構造もかなり複雑で、鏡やサンシールド、ソーラーパネルを打ち上げロケットに収めるため折りたためるよう設計されている。またハッブル望遠鏡よりずっと遠くに配置されている。ハッブルの距離は地球から約560キロに対し、ジェームズ・ウェッブは約1600万キロ離れた位置で太陽を周回する。よって打ち上げ後は修理や再調整で宇宙飛行士を派遣することができない。 6.5 メートルもある巨大な地球のおかげで、何十億光年も離れた天体が観測でき、実質的に時間を遡ることができる。この望遠鏡は宇宙で星が生まれ始めた時代を見るために作られており、宇宙が誕生したビッグバンから
2億年後の一番星を撮影できるかもしれない。搭載された赤外線カメラは、遥か遠くの天体が放つ熱や不可視光を検知する。また、望遠鏡の鏡やセンサーの温度はできるだけ低く保つ必要があり、太陽や地球からの熱を防ぐため、望遠鏡の下に5枚の断熱シールドが敷かれている。この巨大な日よけシールドは、テニスコートが丸々収まるほどの大きさだという。ちなみに、これは適当にアルミホイルを被せたのではなく、カプトンと呼ばれる超耐熱、耐寒性フィルムであり、-269度から400度まで耐えられる超極薄の素材である。このシールドで鏡を零下223度に保つ。今年の2月11日には、ジェームズ・ウェッブが撮影した最初の画像が公開された。18枚の鏡で構成された望遠鏡は、まだ本格的に稼働しておらず、これは初期段階の画像である。今はぼやけているが、新宇宙の超鮮明な画像を撮影するため、しばらくは位置合わせなどの調整が行われる。映っている18個の光の点は、それぞれの鏡が撮影した HD84406 という同じ星のものである。これは望遠鏡を星の位置に向け、1500枚以上の画像を集めてつなぎ合わせたもので、この画像モザイクを生成するのに約25時間かかったという。今後数ヶ月かけて調整が行われ、正しく配置され鏡面が揃うと、この18個の星が一つになる。さて、なぜプロキシマ B という系外惑星がこれほど注目を集めるのか。まずその位置を確認したい。地球から一番近い恒星は約4光年離れたプロキシマケンタウリで、その太陽のようなプロキシマケンタウリを中心にいくつかの惑星が周回している。2016年に発見されたプロキシマ B もその一つで、プロキシマ C とプロキシマ D も見つかっているが、関心がプロキシマ B に集まっているのはそれなりの理由がある。この惑星は恒星のハビタブルゾーンのちょうど中心を回っているため、液体の水と生命が存在する可能性がある。プロキシマ B は地球に似た質量を持ち、水だけでなく地球型の岩石質の惑星ではないかと考えられている。プロキシマ B の環境は太陽系に近いが、太陽よりずっと暗く、質量の小さい恒星の周りを回っている。この系外惑星は潮汐ロック状態にあり、月のように片方は常に星の方を向き、もう片方は常に反対側を向いている。つまり明るい面と暗い面がある。また大気があるかは不明であるが、もしあれば生命の形成に必要な基本要素である水と二酸化炭素、岩石が全て存在し、この惑星表面で互いに作用している可能性もある。この惑星は恒星のすぐ近くにあり、わずか 11.2 日で公転し、惑星の表面温度は推定-90度から30度の間である。もしプロキシマ B に異星人が住んでいるとしたら、いるとしても主星からの強い放射線にさらされているため、日の当たる面で生命が発生することはなさそうである。なぜなら水星は太陽から720万キロしか離れていないが、プロキシマ B はさらに近い、その約10分の1ほどの距離で公転しているからである。ここで文明が生まれるとすれば、いわゆるターミネーターゾーンで発展する可能性が高い。これは昼側と夜側の境にある薄明かりの地域のこと。ここでなら生命維持に必要な環境が作り出されるかもしれない。実は2020年には惑星周辺から謎の電波信号が検出されている。何者かが接触を試みているのであろうか。放射線が届かない面は常に暗く、そこで暮らす異星人たちは強力な鏡を設置するか、街を照らす大変明るい LED 式の照明が必要となるだろう。ジェームズ・ウェッブは
あらゆる状況が想定されており、そのような光でも検知できるという。見た目もマリオのファイアーフラワーのようであり、人類は大変頼もしいアイテムを手に入れた。2020年に記録した電波信号であるが、これは 982.002MHz という極めて狭い範囲の周波数帯で、ほとんど使用されていないものであったため、専門家を驚かせた。自然現象で発生したとは考えにくいという。必ずしも地球外文明の存在を証明するものではないが、もしプロキシマ B から発せられ、高度な文明が接触しようとしているとしたら、彼らの社会はどのようなものであろうか。地球と同じタイプ1の文明で、石油や風力、地熱など惑星から得られるエネルギーを使っているかもしれない。または恒星系規模のエネルギーを利用するタイプ2文明の可能性もある。そうなると人類よりも何千年も進んでいることになる。彼らは言葉を発達させ都市に住んでいるのであろうか。民主的な社会であろうか。それとも独裁者が支配しているのであろうか。存在するかもしれない異星の隣人に質問したいことは山ほどある。彼らもまた我々に多くの質問をしてくるであろう。それか彼らはすでに我々のことを何もかも知っているかもしれない。